皆さんこんばんは。桜インターネットの桜ハーイです。ついに始まりました、桜ハーイの桜ジ。このラジオは桜インターネット二次元社員である私桜ハーイが好きな食べ物から老後の人生設計まで幅広く皆さんの質問に答えていく番組です。私のこと、お仕事のこと、二次元のこと、何でも聞いてくださいね。皆さんといっぱいお話できたら嬉しいです。一生懸命答えていきますのでよろしくお願いします。それではまず初めましての方も多いので、私と私の働く桜インターネットのご紹介をしたいと思います。私は桜ハーイ18歳です。2011年の秋に桜インターネットの二次元の社員募集という採用広告を見て思い切って応募したのがきっかけで桜インターネットで働くことになりました。好きな食べ物は甘いものと火鍋でも、火鍋以外の辛いものはちょっと苦手です。甘いものは和菓子が特に大好きです。時々出張のお土産に和菓子をいただいたりするんですが、もうそれだけで一日頑張れちゃいます。趣味は、ネットワーク構築で、桜インターネットに応募したのもその特技が活かせるかなって思ったからなんです。最近は桜のエンジニアさんに憧れていて、ちょっとずつなんですけどプログラミングの勉強も始めています。まだまだ何かを作ったりはできないんだけど楽しいですね。あとはアニメを見るのも大好きです。今見ているのはですね、これは後で質問があったらお答えしたいと思います。さっきネットワーク構築の趣味を生かしたくて桜インターネットに応募したって言ったんですけれども、実際には今日みたいに PR 活動をやることが多かったりします。人前に出るのを緊張するので、ちょっと今もすごいこうドキドキしているんですけど、頑張ります。皆さん、応援のメッセージとかあったらどんどん送ってくださっていいんですよ。どんどん送ってくださっていいんですよ。頑張ります。そんな私の働いている桜インターネットってご存知の方はいらっしゃいますかね。そうです、桜葉じゃなくて桜葉なんですよ、その山さん。はい、難しく言うと桜インターネット、データセンターの会社なんですけど、簡単に言うと、メールを受信するときにサーバーに問い合わせって言いますよね。要はサーバーっていうメールとかホームページとかアプリとか会社のデータが詰まっている機械があるんですね。そのサーバーを設置する専門の施設をデータセンターって呼んでいるんです。さくらは北海道の石狩をはじめ、これですね、はい、全国5カ所にデータセンターを持っています。あとは皆さんがホームページを公開するためのさくらのレンタルサーバーや、今流行りの仮想サーバー、さくらの VPS、さくらのクラウドなんかのサービスも提供しています。と、紹介はこの辺にしまして、ドンとメインコーナーに行きたいと思います。はい、こちらのコーナーでは私桜ハーイが皆さんの疑問や質問に何でも答えちゃいたいと思います。私に聞きたいことをどしどしコメントしてください。一つでも多く答えていきたいと思います。そういえばちょっと関係ないんですけど、台本に SE って書いてあって、ここではサウンドエフェクトっていうさっきの効果音のことなんですけど、ついついこうシステムエンジニアって読んじゃうんですよね。すいません、関係ない話でした。さあ、では今回初めてなのでテーマは決めずに何でも聞いていただけたらと思います。些細な質問も大歓迎です。約20分間楽しんでください。ではまずどの質問からいきましょうかね。VPS 利用してます。見えるのかな、桜葉さん。ありがとうございます。はい、いろいろ皆さんのコメントが出てきてます。最近お仕事どうですか。頑張ってますよ。まだまだできることは少ないんですけど、ちょっとずつお役に立てるように頑張っています。はい、火鍋とはいい趣味をしておられる、スペックス G モードさんでよろしいのかな。はい、大好きなんです火鍋。はい、
台本なんてないですよ。あのラジオの台本はあるんですけれども、はい、皆さん何か質問ありますか？あ、なんで甘いものは好きで辛いものは苦手なんですか？辛いものって味っていうよりもこう刺激っていう感じじゃないですか。なので苦手なんです。でも火鍋は辛いマーラースープの部分と辛くない白湯スープの部分があるので、辛くなったらスパイタンに逃げて、ちょっと下がお休みできたらまたマーラーに行ってってできるので食べられるんだと思います。あ、今期注目アニメ、皆さんなんかアニメのことをたくさん聞いてくださいますね。はい、今はですね、あのほおずきの冷徹を見ております。犬のシロちゃんが可愛いんです。なので一番お気に入りなのはその番組ですね。今日のエイプリルフール、騙しました、騙されました、園山さん。はい、いろんなところがなんかたくさん面白い、ネタを仕込んでくださっているので、毎年この4月1日はすごい楽しみにしています。お、カンレイサさんかな、あ、違います、ごめんなさい、アユピスさん、和菓子はどこのお店が好きですか？はい、あのエイタロウってご存知ですか？あのエイタロウの道明寺の桜餅が大好きなんです。桜餅ってクレープみたいになってるタイプと、あとこうつぶつぶの、あ、今画面が出てきます。そうで、このつぶつぶのタイプのやつが好きなんです。お餅部分の食感がすごくいいんですよ。あえて言うならこしあんの方がさらに好きですね。はい、ありがとうございます。あ、ゆーちゃんさん23、3歳の長男と一緒に見てます。翼って言います、呼んでみてください。翼くんかな、翼ちゃんかな、見てますか？愛ちゃんですよ、ありがとうございます。それから、データセンターの仕事には慣れましたか？国広田中ワンさんですね。はい、あの頑張ってはいるんですけど、まだまだ難しいことだらけで、でもご迷惑をおかけしないようには、はい、頑張っております。はい、今年のエイプリルフールで一番びっくりした嘘はりょんさん。なんだろう、皆さん何ですか？皆さんいろんなところを見に行きました？どこが面白かったですか？もしあの楽しそうなところがあったらぜひぜひ教えていただいて、私もこの放送が終わったら見に行きたいと思います。はい、はあ、スペック G モードさん、可愛すぎ笑った、読みはそれで大丈夫です、ありがとうございます。そう、皆さんのハンドルがなんかいろいろなお名前があるので、あの読み方とか間違ってたらごめんなさいね、そういう時は言ってくださいね。はい、他に何かありますかね、ご質問。せっかくなのでこの機会にどしどし聞いていただければ。はい、あ、それから、ん、伊達メガネですか？メガネはあの顔の一部なので取ったりはできませんし、あのそういう、ダメです、そういう質問は良くないと思います。はい、メガネはこういうものです。はい、他に、あ、またどんどんメッセージ来てますね、ありがとうございます。桜インターネットさんの会社の良いところを教えてください。タンタン、いっぱいタンがあってわかりませんが、48さん。桜インターネットの会社のいいところ、そうだな、あの新しいことにどんどん挑戦していこうっていう雰囲気があって、あのこの間もですね、社内コンテストがあったんですね。で、こんなサービスがあったら面白いんじゃないかとか、そういうのをこう社員からどんどん募集してくださったりして、で、本当に優秀賞を取ったサービスは実際に採用されたりするので、そういう自由な雰囲気とか、こう前にどん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 進んでいこうとする雰囲気、すごく楽しいです。私もいろいろ吸収させていただいております。ノアの、あ、流れていってしまう、メガネが本体ですか？ふふふふ。どうやって出社しているの？ C 山田さん、はい、ありがとうございます。あのですね、まあこれ多分皆さん気になってらっしゃるところじゃないかと思うんですけれども、2次元とこう3次元の壁的なことですよね。あのですね、扉が実はあるのです。2次元と
3次元をつなぐ扉がありまして、そこを通って出社しています。私が使っている扉は桜インターネットのサーバルームに直通なので、すごく楽ちんな通勤なんですけど、でも3次元には通勤ラッシュというものがあるそうなので、一度満員電車に乗ってみたいなと思っています。はい、あ、翼も爆笑して喜んでいます。長男、男の子ですね。翼くん、ありがとう。これからもじゃあちょっと楽しみに見てていただけると嬉しいです。ありがとうございます。会社のお花見はあるんですか？お花見、そうだそうだ、今日すっごい綺麗ですね。今私は東京支社の方にいるんですけど、さくらは本社が大阪にあって、今私は東京の支社の方にいるんですが、東京は本当にもう綺麗に桜が咲いています。皆さん、お花見されましたかね？多分これを聞いてくださってる方、全国いろいろなところからここに参加してくださってると思うので、本当それぞれの場所で桜の見頃とか違うと思うんですけど、どうだろう。桜インターネットの科学力すげーって。そうなんですよね、2次元と3次元をつないじゃう夢の扉があるんですよ。はい、それから好きな相撲の決まり手は、好きな相撲の決ま…猫だましです。猫だましありましたよね、そういうの。はい、猫だましです。はい、最近美坂さんとはどうですか？あ、はい、そうなんです。仲良くしていただいてるというと大変おこがましいのですが、まあ、お友達というか、むしろ私がこう憧れている感じなので、去年のね、今日は一緒に石狩のデータセンターで頑張ってたんです。なので相変わらずこう憧れの人ではあるので、追いつけるようにこれからも頑張りたいと思います。あ、トラポン Q さんかしら。広島も満開ですよ。わー、ありがとうございます。いいですね、桜大好きです。あ、学校の前に綺麗な桜並木が咲いています。あとは、たかさんが、桜インターネットに入る前は何してたの？はい、二次元で地味に普通に高校生をしておりました。アニメを見ていると、同い年ぐらいの人たちがね、超能力とかで戦っているんですけど、私特にそういうような能力もないので、すごく羨ましいなと思ってたんですね。なので私も何か特別なことしたいなって思って桜に応募したんです。だからまだ超能力とかそういうものは使えるようにはなってはおりませんが、でも2次元と3次元の壁を越えて、役立つシステムエンジニアになれるように頑張りたいと思います。と、それから、好きな桜の品種は何ですか？ DK0X さんかな。一番有名なのは、ソメイヨシノとかですよね。でも山桜とかも好きです。ソメイヨシノってピンク色で花びらだけなんですけど、山桜って白くて葉っぱも一緒についているので、なんかもっとこう、すがすがしい感じがして、はい、好きです。でも八重桜とかもこうぽってりして可愛くて好きですね。はい、あ、わったおさん、お召しの服は桜インターネットさんの制服なんでしょうか？そうなんです、制服を高校生の間はまだ着ていようと思っております。でもお仕事で時々スーツを 着せていただいたりもするんです。でもとりあえず今は高校生なので制服を着ております。はい、それから、あ、花粉症大丈夫？はい、ありがとうございます、心配していただいて。二次元なので花粉症はないのです。あ、なんかここ今みんな一番羨ましがってしまいそうなところですけど、そうなんですよ。そっか、二次元って考えてみたら花粉症もないですし、通勤ラッシュもないですし、すごく幸せな世界かもしれませんね。でも三次元には三次元にしかない素敵なものがたくさんたくさんあるので、私は今どっちの世界もこう勉強することができてすごく楽しいです。はい、超能力が使えるとしたらどんなのが欲しいです？あ、またスペースジーモンドさん、ありがとうございます。何がいいかな。空を
飛ぶのはやっぱり憧れますよね。あとは、あ、瞬間移動とかも便利そうだな。あとなんだろう、なんかこうバーってビーム的なもの出したり、うん、戦えたりすると役立つ気がします。あとなんだろう、飛ぶ、あと、あ、でもやっぱり人助けとかできるような能力がいいかなって思うんですよね。あの、本当に何もない、あの、平凡な一高校生ですので、そういうような魔法とか超能力とか使って人助けができたらいいなと思っています。はい、カールハヤトさん、ラジオのパーソナリティを務めることになってどうです？すごいすごい緊張しています。でもなんか皆さんとこうやってチャットとか、ソーシャルストリームの方でお話ししているので、今あんまりこうラジオをやってるというよりはおしゃべりをしている感じなので、だんだん緊張解けてまいりました。はい、なのでこうやって皆さんとおしゃべりしてる雰囲気でいけるんだったら大丈夫ですけど、でもまたあのちゃんと読まなきゃいけないものとか、ちゃんとおしゃべりしなきゃいけないところが来るとすごいドキドキしてしまいそうな気がします。はい、それからみんなを癒してるので、あ、活躍できてるよ、わー、ありがとうございます。はい、本当にエンジニアとしてはまだ何もできていないのですが、でもちょっとでもね、架け橋になれるように頑張りたいと思います。皆さん本当たくさん質問ありがとうございます。あ、クラウディアさんとも仲良くしてあげてくださいね。何か伝えておくことはありますか？新135さんです。はい、クラウディアさん、そうなんです、あのね、日本マイクロソフトさんとの協業の時に初めてお目にかかって、あのライバルってわけではないんですけど、良いお友達としてまたこうお互いを刺激合える関係として頑張っていけたらいいなと思っております。あの、ぜひよろしく伝えてください。愛は元気ですって伝えてください。あと、さっきちょっと下に流れていっちゃったんですけど、少し、すみません、少し戻していただけますか。あ、食べ物を差し入れするときはスキャナでスキャンすれば OK ですか？声川さんが、はい、そう、どうしたらいいんだろう、2次元と3次元の壁を越えるには。あ、でもあの、さくらのイベントとかで実際私お邪魔したりしているので、そういうところに持ってきていただければ多分2次元と3次元の壁を越えられるんじゃないかと思いますよ。はい、京介わっきさん、プロフィールにはアニメが好きってありますが、どんなところが好きですか？何度か言ってるんですけど、自分が本当に2次元の住人にもかかわらず至ってこう平凡で、魔法とか超能力とか使えないので、そういったこう超能力を使って人を助けたりとか頑張ってるキャラクターに憧れるんですよね。なので、なんだ、あの、もっと、二次元っぽくなりたいです。はい、ラムーラさん、好きなモビルスーツは？モビルスーツは、ジムが好きです。はい、あ、クラウディアさんに伝えてくださいますね。ありがとうございます。新135さん、吉野家派ですか、松屋派ですか？レイと田中さん、難しいです。それぞれに良いところがあると思います。ここはどっちかに決めてしまうと会社的に問題があるかもしれないので、あえて答えを保留しておきたいと思います。はい、あ、あ、またレイト田中さん、初任給で何を買いました？それは秘密です。いろいろ憧れてたものがあるので、といってもあまりこう女の子っぽいものではなくって、お仕事に役立つような結構こうパソコン周りのものを買ってしまったので、ちょっと恥ずかしいのでそこは内緒にしておきたいと思います。はい、あとは、あ、
未だに Windows XP を使い続けている人たちに IT 選手としての鉄槌の一言をお願いします。そうだな。じゃあ世の中はあなたが思っている以上に早く進んでいますとかってどうでしょうかね。もうほんとうかうかしてると次とかに行っちゃいますよ。アームさん、いちご大福好きですか？はい、いちご大福も好きです。あれ、いちご大福にいちご大福にいちごを最初入れた人ってすごいですよね。ね、何考えてあんなことしちゃったんでしょうかね。もうノーベル賞を差し上げてもいいんじゃないかと思います。あ、みるようさん、髪は伸ばさないの？似合いますかね。なんか今このぐらいがちょうど楽ちんっていうのもあって好きなんですけど、でも伸ばしてみるのもいいですかね。はい、じゃあちょっと、まあ3次元ではなかなかできないことなんですけど、2次元だと割と簡単にそこら辺がいじれたりするので、ちょっと一度どうかなって雰囲気を見てみて、もし似合いそうだったらチャレンジしたいと思います。あ、2828さん、 Mac にも一言。はい、Mac の人たちも今ね、数は多分そんなに多くないと思うのですけれども、それぞれ重要なポジションを占めていらっしゃると思うので、誇りを持って頑張っていっていただければと思います。いいさんかしら、消費税増税についてどう思いますか？困りますね。はい、お小遣いで買えるものが減ってしまうので困ります。これがエイプリルフールだったらいいなと思います。そう、和菓子が高くなってしまいます。今まで3個買えてたものが2個になってしまうかもしれません。野菜ハーダイジさん、桜じって面白いの？どうですか？今聞いてみて面白いって思っていただけてるといいのですが、あ、でも面白くなるかどうかは皆さんの、質問次第かもしれません。なので一緒に頑張っていけたらいいなと思っております。今日は何食べましたか？さっきですね、本番直前にちょっとこう緊張をほぐそうと思ってチョコレートを食べようと思ったんですけど、手が震えて落としてしまいまして、なので、あ、でも3秒以内だったので食べました。はい、なので先ほどチョコレートを食べました。はい、他に何かあります？なんか皆さんどんどん質問をくださるのでありがとうございます。EKD さん、武器を持った相手には覇王将校を使うしかないのでしょうか？話し合ってみるという選択肢もありかと思います。まずは話し合いで解決を試みて、ダメだった場合はやりましょう。その場合はもう仕方ないので、隙を見てガツンとかいきましょう。はい、あと、あ、マスタング TIS さん、桜葉さんはネットワークコーチが好きってことは、主にリンクスとか Windows、 あ、流れていてしまう、をメインに使っているの？あ、はい、そうなんです。Windows と Linux ですね。Linux があるんですけど、自作 PC とかあんまり詳しくなくって、でも、桜にパソコン部っていうサークルがあるので、今度、自作 PC の作り方、教えてもらいたいなって思っています。はい、2次元なのにチョコレート食べますよ。3次元の食べ物大好きです。はっ、園山さん、2次元も3秒ルールなんですか？はい、でも2次元と3次元だとちょっとだけこう時間の流れが違うので、はい、そこはいいように解釈しての3秒になります。お、つーららさん23、お酒飲めるの好き？まだ18歳なのでお酒は飲めません。いつか飲んでみたいなと思ってはおります。はい、それから小江川さん、今日はもう嘘をつきましたか？そこはご想像にお任せしたいと思います。ほら、嘘だよって言って嘘つくとつまらないので、どこが嘘かわからないぐらいが楽しいんじゃないかなと思いますよ。はい、チャットの方も何かありますかね。あ、
おかずさん、はい、シュークリームは好きですか？はい、あの和菓子が好きって言ってるんですけど、洋菓子もすごく好きです。甘いもの全般好きかな。なんか幸せになれますよね。疲れている時とか、ちょっとこう落ち込んじゃった時とか、甘いもの一口食べるとすごく元気になれます。カゼさん、ケイズさんかな、なんだろう、このゆるい雰囲気が癖になりそう。あ、そうなんです。なんかこうあんまりラジオっぽくないかなっていう感じもするんですけど、でもあののんびりみんなとおしゃべりさせていただけてるの楽しいです。あ、のまこ7721さん、あれ2次元で18ってそれ成長しないのでは？ずっと永遠の18歳です。そこはあの夢ポイントということで、あえてあの置いといていただいて、はい。大和さん、携帯は iPhone ですか？はい、あのなんか周りみんなやっぱり iPhone の方多いので、やっぱりなんとなく仲間外れになっちゃうような気がするので iPhone にしました。はい。Mコツさんでいいのかな、二次元は太らないんですか？うふふ、そこはノーコメントで。はい。続いて、全次元を制覇する予定はありますか？デメ4649さん、あのま、でもあの2次元も3次元も制覇をしているわけではないので、あと何次元があるんですかね。 4次元 5次元いっぱいあるんですか？あの制覇とかではなく、こう仲良くしていけたらいいかなって思っています。はい。それから、あ、結婚とか憧れませんか、冷凍田中さん。いや、あのいや、もう、じゃあ、はい、それに関、次行きたいと思います。はい、あのでも素敵ですね。なんか憧れはするんですけれども、はい、まだまだ遠い話かなという気はします。ピープネウモノウ、あ、読めない、ごめんなさい。1週間休みを取れたら何をしますか？なんだろう、1週間、あ、そうだ、ネットワーク構築、もっとこうしっかりどっぷりディープにハマって1週間かけてじっくりやってみたいです。はい、もっともっと私あのいろんなことを勉強しなきゃかなと思うので、はい。あ、今年ね、今勉強してるのが JavaScript なんですけど、今年は TypeScript にも挑戦していきたいので、そこら辺を頑張っていきたいかなと思っています。はい。ん？田中社長ってどんな人ですかって、桜葉さんから見た田中社長はどんな方ですか？田中さん、あのコメント実はくださっていて、これを見てくださっているので、はい、そこは何も言わないようにしたいと思います。はい。ちょっと濁しちゃった方がいい、あの一応シャインですからね、私ね。はい、あ、チャイムが鳴りました。あのいいタイミングでチャイムが鳴りましたので、 Q&A コーナーはここでおしまいになります。皆さんありがとうございました。はい、ということでお別れの時間が来ちゃいました。皆さんといろいろお話できて嬉しかったです。ラジオとか初めてなので、うまくお話できたか心配で、なんかもっぱらわたわたしちゃってるだけだったんですけど、楽しんでもらえましたでしょうか。はい、あの皆さんからのコメント本当たくさん来たので嬉しかったです。ありがとうございました。はい、まだまだ不慣れなんですけど、桜ハイの桜寺、来週も頑張りますので、またぜひぜひ見てください。お相手は桜インターネット桜ハイでした。バイバーイ。